ばんは。こんばんは。今日はこのタスカムの DR44WL というリニア PCM レコーダーを触ってみようと思います。これはですね、今タスカムのレビューキャンペーンという企画に応募しまして、1ヶ月間無料でお借りしているものです。ちょっとこの機種に興味があったん で、ちょうどたまたまレビューキャンペーンということで募集してましたので、ぜひお借りしたいということで応募しました。そしたら当選しまして貸していただけましたので、これをじっくり触ってみようと思っています。今日は、まあ、この動画ではですね、こちらは僕の私物ですが、DR40X、 この DR40X と DR44WL の違いの部分について、主に紹介していければなと思っています。まずはこれの外観を見ていきましょう。 DR44WL ということで、まず、マイクは目立ちますが、このようになっていますね。左右のマイクがこう交差する形になっている、よくこのタイプのリニア PCM レコーダーによくあるタイプですが、こういう XY モードで固定ですね。この DR44 はこれが、固定されているので AB モードへ切り替えることはできません。ここが結構大きく違いますね。DR40X の方はこのようにまあ同じような感じで XY になってるんですが、これをこう開いて AB モードに切り替えることができます。これが44の方はできません。外観はこのような感じで、最初に戸惑ったのはまず電源スイッチですね。電源スイッチが側面に独立した形でついています。ホールドボタンと兼用になってる感じですね。どっちかというと多分この方が一般的なのかなと思いますけどね。40の方は、DR40 の方はホールドボタンがこのようにホールド機能だけで独立してまして、電源はこの停止ボタンが電源ボタンを兼ねている。このボタンを長押しすると起動するというふうになってました。そこがちょっと違うので、一生懸命この停止ボタンを長押しして、あれあれって結構やってしまいがちですね。ここに電源ボタンがついています。でここに SD カードを入れるところがついてまして、でラインアウトとヘッドホン出力が兼用ですね。で、アウトプットレベル。ここのアウトプットレベルを、操作するボリュームになりますね。そしてここに Wi-Fi というボタンがあります。これは後で使ってみますが、この Wi-Fi 機能がついているのが、DR44 の大きな特徴です。これは DR40X にはありません。Wi-Fi に接続してスマートフォンのアプリから遠隔操作することができます。これは録音のね、シチュエーションによってはすごく便利だと思います。で、そこの面には、コンビネーションタイプのインプットが2個ついていますね。これは DR40X と共通です。まあ、なぜか端子の向きが反対ですが、端子の向きが上下で反対になっていますが、このように XLR と普通のフォンジャックが両方とも刺さるタイプの端子になりますね。で、もちろんファントム電源に対応しておりますので、まあ、コンデンサーマイクをつけることができますね。そしてインプットレベルの調整が結構特殊なことになってまして、このダイヤルを回すという
風になっています。まあ、ダイヤル式になったことでこの、細かくより細かく設定ができるということですね。で、外部入力、ここに挿しているものが何かという選択をするスイッチがついています。マイクとラインと、ファントム電源を使うマイクの3つが選べるようになっています。で、裏側ですね、これは、TX とは貸し出し機と書いてありまして、レンタルで借りているものですよというのが分かるようになってますね。で、ここに、三脚、カメラの三脚に取り付ける穴がついています。これは 40X も同じですね。このように、で、このスピーカーがついている、このあたりは結構共通しています。で、電池がですね、DR40X の方は3本、単三電池3本で動くんですが、こっち DR44WL は4本必要になります。ここはちょっと違いますね。で、側面でちょっと説明し忘れましたが、ここに USB 端子がついています。 USB 端子はついていますが、これは外部からの電源供給と、あとデータの転送ができるのかなぐらいですね。オーディオインターフェースの機能はありません。そこが結構大きく違うところですね。では、起動してみましょう。はい、バックライトはアンバーですね。色がアンバーです。ちなみに、40X の方はこのように青っぽい色になっていますね。DR40X の方も、X がつかない DR40 の時はこのアンバーのバックライトでした。ので、もしかしたらこの WL もオーディオインターフェースの機能がついて WLX が出たら、もしかしたら青くなるかもしれませんね。メニューいろいろありますね。モードっていうのが最初にあって、モードは、4チャンネルか MTR が選べるようになっていますね。この MTR の機能がついているのは結構、特殊ですね。ちょっと MTR してみますか。 MTR にすると、これはですね、トラックインプット、この今レコーディングトラックをこう設定できるんですけれども、このようになってまして、今1,2,3,4全部同時に録音ができますね。4チャンネル全部同時の録音が一応可能です。で、トラックの、各トラックの簡単なミキサーがここに表示されますね。まあ、4トラック MTR として使うことができるというのが結構大きいですね。まあ、マルチトラックで、重ね取りしていくことができます。これはなんか使いこなすのは難しそうですが、このインプットのアサインもね、細かく調整できるので全部選べますね。今インプットのインプット1番に何をアサインするか、デフォルトではこのインターナルの L、 つまりインターナルマイク、このついてるマイクですね。このマイクの L チャンネルの方のマイクがアサインされてますが、全部選べます。エクスターナルの1、2も選べるので、例えばこのエクスターナルに1個ずつ、なんだろう、ギターとかベースとかをね、ここに挿して、1トラックずつね、トラック1に録音、トラック2に録音、トラック3に録音っていう風に、ここにエクスターナル1、全部エクスターナル1にして1個ずつのね、トラックにレコーディングしていけば、全部楽器で4トラック取るっていうこともできるという感じになりますね。これは DR40X ではできません。この MTR の機能はかなり、大きく違う部分ですね。
多分この4チャンネルっていうモードにしておくと DR40X とあまり変わらないようなレコーディングができるんじゃないかと思います。レコーディングセッティングを見てみましょう。フォーマットはいろんなのが選べますね。ウェブファイル以外にも MP3 とかも、選べます。 MP3 でいきなり録音することもできるですね。まあ、SD カードの容量が許すんであれば、なるべく高音質のモードで撮っておくのがいいんじゃないかなと思います。僕はもう基本的にこのウェーブファイルの 24bit フォーマットで、サンプル周波数は、96じゃない、48かなにしていますね。これ96も選べるようになっているので、まあ、96の 24bit ができます。これは受け取り側でこのフォーマットに対応しているのであれば、これを使うのがいいと思います。僕は互換性の問題で48キロぐらいにしておきます。で、他にもいろいろレコーディングモードの設定ができますね。まあ、セルフタイマーとかね、録音の開始タイミングを自動処理する。録音ボタンを押すんじゃなくて、インプットが来たら録音するっていうこともできるし、セルフタイマーでタイマーをかけて何秒後にスタートするとかもできます。このなんかあれですね、例えばちょっと離れた場所に置いといてナレーション取り始めるとかっていう時にもしかしたら使えるかもしれません。あんまり僕は必要を感じたことはありません。この辺はオートファンクション、ブラウズはあれですね、SD カードの中に入っているファイルをブラウズできます。で、Wi-Fi の設定ですね。Wi-Fi は、Wi-Fi 設定ができます。これは今僕は自宅のルーターに接続するような設定になっています。Wi-Fi は、これをルーターに接続して同じネットワーク上にいるスマートフォンから操作するっていうことができますし、これとスマートフォンを直接つないで、まあ、要は Wi-Fi ネットワークがない環境でも直接 Wi-Fi でつないで、これ自身がルーターみたいな役割に押して直結っていうこともできます。まあ、直結で使うとスマートフォンがね、 Wi-Fi 経由でインターネットを見れなくなりますというような感じでしょうか。あとはね、電源の設定とかがあるとというような感じですね。では早速、Wi-Fi に接続してみましょう。この側面の Wi-Fi というボタンを押すことで Wi-Fi に接続ができます。あらかじめ設定画面の方で、Wi-Fi の接続設定をしておいてください。そうするとこのように Wi-Fi に接続されまして、ここに青い LED が点灯します。でスマートフォン側は DR コントロールというアプリケーションをインストールしてそれを起動します。するとこのように接続が行われて、遠隔操作ができるようになります。メニューとかも開けますね。メニューこのように開けております。こっちでメニュー中の方に、ね、入ってってやるよりもこっちの方が楽だったりしますね。でちょっとこれを操作してみましょうか。このような感じで離れた場所にいても、まあ、同じ Wi-Fi ネットワークに乗っかっていれば使えるという形です。LR2 チャンネルの録音待機に今なってます。これで録音を開始しましょう。そうすると今録音している状態です。で、タイムコードは同期してリアルタイムに様子が見えています。電池の残量とかそういったものもここに表示されますね。これは非常に便利ですね。で、ウェーブフォーマット 24bit 48kHz もここに表示されてます。という感じで今どういう状態でレコーディングが進んでいるかが見えると。本体側は今、このように動作しております。今本体は一切触れずにレコーディングをスタートして、録音ちゃんとされてますね。で、インプットレベル触れてます。これは今ここの、マイクを使用しています。例えばなのでちょっと触ってみましょうかね。
こういうふうに、こうですね。これ、こちらの画面をちょっとご覧ください。これ、ね、こちら側が L チャンネルのマイク、R チャンネルのマイクという具合に反応、リアルタイムに反応していきますね。これは便利ですね。遠隔操作で録音ができるこの機能は非常に便利だと思います。停止しました。こちらも停止しました。このワイヤレスですね、ワイヤレスコントロールが DR44WL の大きな特徴だと思います。実際に録音した音の比較は後でやりたいと思いますが、ちょっと触ってみた感じでのこの 40X、 こちらの 40X と 44WL の違いはですね、ざっくり言うと、こちらはオーディオインターフェースの機能があるのと、この XY モードと AB モードの切り替えができる。それはこの40じゃないとできません。で、こちらはオーディオインターフェースの機能がない代わりに MTR としてレコーディングができる。まあ、あの4チャンネルの1チャンネルずつの重ね撮りができますね。で、ミキサーの機能が、かなり高度に、使用することができます。MTR の機能。それとワイヤレスですね。あの Wi-Fi に接続して遠隔操作、スマートフォンアプリからの遠隔操作ができます。という具合の、差がありそうですね。で、実際のところ、このマイクがですね、まあ、見るからに違うものなんですね。なので、このマイクの違いでどれぐらい音が違うのかということをこれから、実際に実機で録音をして比較をしてみたいと思います。では、今、録音の準備をしました。これ今 TR44 の方ですね。これで録音をやってみようと思います。どうでしょうか。ちょっと今声はね離れているので何とも言いませんが、いろんなちょっと音を出してみましょうか。何も音を立てずに、静かな部分を録音してみましょう。のレベルとか、
ちなみに今は4チャンネル録音モードで、1番と2番のチャンネルのみ、このマイクとこのマイクのチャンネルのみを録音しています。では DR40X の方でも音を取ってみましょう。では DR40X でも静寂撮ってみましょう。何も音を出さずにグラウンドノイズを確認します。どうでしょうか。
では AB モードに切り替えてみましょう。この AB モードはすごくいいですよね。 ASMR やる場合はこのように左右の音がより分離していた方が使いやすいので、やっぱり ASMR の用途っていうことでいくと DR40X の方がいいような気がしますね。この片方ずつのこういうのもやりやすいね。で、この例えばこことここでこの部分とこの部分で質感が違いますから音が違うんですが、こういうのを左右別々の音で。っていうのがねやりやすいですね。やっぱり AB モードができるとこれはやっぱりいいですね。 DR40X いいですね。比較録音をやってみて気がついたことがあります。それはですね、ヘッドホン端子の場所です。ヘッドホン端子の場所が DR40X はここにあるんですね。全体で見た時のこの場所にあります。だいぶ上の方です。ここにあるんですね。対して DR44AWL の方はここにあります。ここですね。結構ここね、マイクの位置から下がったところにあります。これが実はだいぶ便利です。外でねフィールドレコーディングとかする場合に、ここにウィンドジャマー、いわゆるモフモフですね、あれをこうつけるんですけど、その時にこのねヘッドホン端子がここなのがものすごく邪魔なんですよね。TR40X のほとんど唯一こう納得いかない点がこれなんですけど、ここにこれがヘッドホン端子があることによって、ここねウィンドジャーマーかぶせるときにすごく干渉するんですよね。で、これもっと下にしてほしいなと常々思っているんですけど、
44の方はここなので、上にウィンドジャマーをかぶせても大丈夫ですね。ここまで来ないのでいいと思います。これこの点はすごくいいと思いますね。というわけで結論ですが、どっちがいいのか、これはですね、何を優先するかによると思います。DR40X を選ぶ一番大きな理由はオーディオインターフェースの機能がついていることですね。これをパソコンとか、スマートフォンの外部マイクとして使うことができます。もうこのオーディオインターフェースとして使いたいというニーズを持っている方はこっちしかないということですね。 DR40X または07X、05X、X がついている機種を選ぶのがいいですね。X がついている機種は、オーディオインターフェースの機能があります。で、こちらを選ぶ理由はですね、オーディオインターフェース機能がいらないのであれば、こっちでいいんじゃないかなと思いますね。この遠隔で、Wi-Fi 経由で遠隔で操作できるっていうのはかなり便利、いろんな局面でかなり便利ですね。なのと、あと MTR の機能ですね。 MTR の機能もなかなか面白いと思います。これ1台で結構いろんなことができちゃうと思いますね。この 40X 同じ4チャンネルのレコーダーですけれども、 40X の方ではできないようなことがこの44の方ではできますので、その辺ですね。オーディオインターフェース機能の有無が多分一番大きいポイントですね。あとはまあ場合によってはこの AB モードにできるかどうかっていうところが、まあどれぐらい重視するかっていうところですかね。普通に使う分にはあまりAB モードを使うこと自体があまりないと思うのでいいんですが、まあ、ASMR 撮るときは多分ね AB モードで撮る人が多いので、そこが許容できるかどうかっていうところですかね。まあ、耳かき動画とかね、これでもできないことはないですが、ちょっとやりづらいですね。皆さんはどちらを選ばれますでしょうか。現在の価格でいうと、こちらの方が少し安いですね。こちらが、2万5、6000円ぐらいかな。そのぐらいの販売価格で、こちらは2万円前後ぐらいですね。5000円ぐらい、値段に差があります。こちらの方が高いです。という感じなので、その辺の差をどう見るかというところかなと思います。というわけで今日は、タスカムからお借りしている DR44WL をDR40X と比較するということをやってみました。ちなみにですね、僕はオーディオインターフェースの機能がほとんど必須なので、こちらやっぱりこっちで、正解だなという感じでございますね。ただこの、遠隔操作にはすごく魅力を感じました。というわけで今日はちょっと普段の ASMR から離れてレビュー、レコーダーのレビューをやってみました。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また ASMR も作っていこうと思います。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。